こんにちは、サンシャインチャンネルです。今日は白菜をいただいたので漬物を作ってみたいと思います。では白菜をカットしていきます。今回の漬物容器にはこのまま入らないので4分の1だけ使いたいと思います。この部分に切り込みを入れておくとお塩が入りやすいそうなので、ここにちょっと切り込みを入れます。今回はこの部分を漬物にしていきます。お漬物と一緒に入れるのがお塩なんですが、白菜の量に対して 3% から 5% のお塩を入れるといいそうです。3% の場合はあまり日持ちがしないそうなので 5% の方で今回はつけてみます。まずは白菜の重さを測っていきます。733g ですね。 733g の 5% ということで、かけ 0.0536.65g ということなので 36g でいきます。36.6g になったので、この分量のお塩でお漬物を作っていきます。今回はこの漬物容器を使います。蓋を外しまして、まずここの一番下に少しだけ塩を振ります。でこの中に白菜を入れていきます。残りのお塩を全部振り入れます。お好みでここで昆布や鷹の爪、ニンニクを入れても美味しいそうです。では蓋をしていきます。蓋が閉まりました。2日ほど経つとだんだんと水分が上がってくるそうで、3日ほどから食べ始めることができるそうです。ただお塩がしっかり馴染むのには、5日から10日ほど待った方がいいそうなので、それをちょっと待ちたいと思います。今日で漬けて3日目です。前回の最後の時にここの真ん中のネジの部分を締めるのがちょっと足りなかったらしくて、撮影の後にしっかりと締めています。でこんな風に水が出ましたので、今日はちょっと開けてみたいと思います。こんな感じで3日目なんですけども、結構しっかり使ってるかなっていう感じですね。今日は半分だけちょっと試しに食べてみたいと思います。ではこれを水洗いしていきます。ではお漬物を切っていきます。食べやすい大きさに切っていこうと思います。でお皿に盛り付けていきます。出来上がりです。では早速いただいてみたいと思います。
お醤油はお好みでかけてください。うん、シャキシャキ感が程よくあってすごい美味しいです。まだ3日なので多分ちょっと浅漬け的な感じでシャッキリ感が残ってますね。でこれをもう少し、まあ、6日とかちょっと7日ぐらい漬けるともう少ししんなりしてくると思うので、ちょっとあと残りはもうちょっとお塩に漬けておこうと思います。この動画がお役に立ちましたらグッドボタンとチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。